い、それではね、夏休みにやりたいことを2人に話してもらいたいと思います。はい、どうぞ。はい、ふわふわの14歳山本七瀬です。私が夏休みにやりたいことは、ふわふわ全員で大運動会を開くことです。と 50m 走や借り物競争など色の競技で戦ってみたいです。と私は長距離走だったら勝つ自信があります。頑張ります。はい、ふわふわの14歳石井美優です。私が夏休みにやりたいことは、去年もやったんですけど、微生物の続きをもうちょっと観察したいです。はいはい、私ケイミジンコが好きなんですけど、ケイミジンコについてもうちょっと詳しく観察してレポートみたいな用紙に、はい、まとめてみたいです。ケイミジンコはミジンコとちょっと違うんです。知ってますか？はい、知らないです。知らないですか？ケイミジンコの方が可愛いです。はい、角があります。角があります。目がクリクリです。皆さんぜひね。ミジンコとは違うの？ちょっと違います。それがちょっとミユのこだわりなんですけど、ケイミジンコの方が可愛いし、なんかもう見てて楽しいです。でもじゃあ三日月ものが好き？ダメです。でも三日月ものが可愛いよ、形が。いや全然、ケイミジンコの方が可愛いです。じゃあ石井はさ、運動会やだったら何だったら勝てると思う？長距離です。え、負けないから、本当に負けません。じゃあ戦うか。いいよ。じゃあ戦 い, い, いじゃあ2人戦います。戦います。長距離何メートルですか？1000ぐらい。あー、2000がいい。あの、じゃあ持久走で走ってる4キロいきます？いいですね。ちょっとなんか庭の周りとか走りたいです。庭の周りですか？あ、校庭か、間違えた。校庭の周り。庭はちょっと難しいですかね。そうですね。じゃあ、はい、他何やったら面白いと思う？50m は苦手です。はい、それでは次はクロちゃんコーナーです。あー